カルヌスの戦い、またはカラリスの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前215年に、サルディニア人の反乱を支援するために、カルタゴ軍がサルディニア島に遠征し、ローマ軍と戦った戦闘。カルタゴ軍の指揮官は、ハゲのハスドルバルで、ハボ同程度の規模の法務官、ティトゥスマンリウストルクアトゥスのローマ軍と、カルヌスとカラリスの間で戦った。ローマ軍は、 カルタゴ軍を撃滅し、その後に行われた海戦でもローマ海軍が勝利した。館内の戦いの敗北以降、イタリア南部のいくつかの都市は、ローマとの同盟から離脱し、カルタゴ側についていた。ハンニバルの軍はカンパニアで活動しており、反応が率いる別のカルタゴ軍がブルティウムで活動していた。ローマもいくつかの軍を出動させてはいたが、 ハンニバルとの直接戦闘は避けて、可能な時に、その同盟軍を攻撃していた。イベリア半島では、ハンニバルの弟であるハスドルバルバルカが、エブロ川川口の海戦の敗戦以来、スキピオ兄弟との小勢り合いを繰り返していた。紀元前216年になると、カルタゴ元老院は、ハスドルバルに援軍を送り、イタリアへ侵攻するように命じた。アフリカでは、 やはり、ハンニバルの弟である孫バルカが、不評1万2000、騎兵1500及び戦争20からなる軍を引き、ハンニバルに合流するように命令されていた。ローマは、紀元前237年以来、サルディニアの原住民と、しばしば衝突していた。紀元前216年には反乱の木は熟していた。サルディニアには、ローマ軍一個軍団が駐屯していたが、疾病で、 戦力は低下していた。法務官、クイントス・ムキュス・スカエオラも、また病気を得ていた。ローマからの給与も補給も不規則であり、サルディニアの部族長であるハンプシコラは、カルタゴに援助を求めた。カルタゴはハンノという名の軍人を送り、反乱の金銭的援助を行ったが、同時に、サルディニア遠征軍として、孫に与えたのと、同程度の軍を編成した。 この遠征軍の指揮は、ハゲのハスドルバルと、孫が取ることとなった。カルタゴ遠征軍がサルディニアに出版する前に、戦略的状況に変化があった。イタリアにいた反ノガルカニアで、ティベリウス・センプロニウス・ロングスに敗れ、イベリアにおいてもハスドルバルバルカが出るとさの戦いに、敗れて、野戦兵力をほとんど失ってしまったのである。カルタゴ元老院は孫に、イベリアに行くように命じたが、 サルディニア遠征軍は計画通り出版した。しかし嵐のために艦隊はバレアレス諸島に流されてしまい損傷した多数の艦艇を浜に引き上げて修理することが必要となった。このためにカルタゴ軍のサルディニア到着は遅れた。ハンプシコラはサルディニア西岸のカルヌス近くで反乱軍を編成し資材を調達するのに忙しかった。 カルタコ軍の到着が遅れたため、ローマは、法務官、ティトゥス・マンリウス・トルクアトゥスを、指揮官とする、新たな軍を派遣することができた。サルギニアにおける、ローマ軍の兵力は、不評2万、騎兵1200となった。ハンプシコラが、兵の募集で離れていた時、マンリウスは、ハンプシコラの息子であるヒオスタスを挑発し、ローマに軽率な攻撃をかけさせた。 この戦いで5700のサルディニア兵が戦死し、反乱軍はバラバラになった。紀元前215年秋に、ハスドルバルがカルヌス近くに上陸し、残存サルディニア兵を合わせて、カラニスに向かって進んだ。これに反応して、マンリウスも軍を進めた。両軍は直ちに戦闘には入らなかった。両軍共に野営地を設営し、数日間の小競り合いがあった。 双方ともに優位性を得られなかったため、両軍の司令官は決戦を選択した。両軍の兵の配置は伝統的なものであった。すなわち、不評を中央に置き、両翼を機兵で固めた。カルタゴ軍に戦像が配備されていたかは不明である。戦闘は激烈で4時間続いたが、どちらも優勢を取れなかった。しかし、 ローマ軍の文献隊がカルタゴ軍側面のサルディニア兵を戦場から駆逐することに成功したことが勝敗を決定した。サルディニア兵を撃破したローマ軍は中央に旋回してカルタゴ軍の側面を攻撃したためカルタゴ軍は総崩れとなった。カルタゴ軍のハスドルバル、孫、ハンノは捕虜となりヒオスタスは戦死した。ハンプシコラは一旦は 戦場から離脱したが、その後自決した。生存者はカルヌスに逃げ込んだが、数日後にカルヌスも陥落した。カルタゴ艦隊が、いくらかの敗残兵を救い出した。この遠征に使われたカルタゴ軍輸送船の数は、不明だが、その護衛のために60隻の5段階船が派遣された。カルタゴ海軍は、残存兵を救出して、アフリカに向かったが、途中で、 アフリカ襲撃から戻る途中のローマ艦隊に遭遇した。ローマ艦隊の戦力は5段回戦100隻でティゥス・オカティリウス・クラッススが指揮を取っていた。ローマ艦隊はカルタゴ艦隊を攻撃し7隻を露獲したが残りはアフリカに戻った。ローマ側の損害は不明である。ありがとうございます。